はい、今日のお話はね、えー、僕がソロギターアレンジメント動画を上げ続けるわけですねえー、ねクリスマスソングをね去年からずっと12曲上げるということでねずっと YouTube にアップしてますけどねしかもあの楽譜付きでね自分がアレンジした楽譜をつけてあげてるんですね でその以前はね、楽譜付きの動画っていうのかな、自分がオリジナルアレンジのやつでも上げてなかったんですけど、まああのね、クリスマスソングの12曲に関して、とりあえずやってみようということで、上げ始めたんですけど、これね、1つはね、あ,のあれですねあの、まあ、アコースティックギターでも、ナイロン弦のアコースティックギターをね、弾かれる方、あんまりいらっしゃらないんですね、実はね。 でナイロン弦のギターというのは基本的にはクラシックギターなんですねで僕の奏法右手に関して言うならあれは完全にね、えー、クラシックギター奏法です、えー、ちなみにね僕はあのクラシックギターをそうですね5年弱ぐらい全部で習いましたあの先生はね習った先生が4人ぐらいいらっしゃるんですけどね、えー ただ僕の場合はね、クラシックの曲を弾くのがもともとあんまり好きじゃなかったんであの、技術的な面だけね、クラシックギターの奏法、右手のフィンガーピッキングの奏法ですね、これがクラシックギターの奏法でナイロン弦のギター弾くとね、た、え、ぶ、ー、便利なんだろうなとね、<laughs> え思ったんですね。で、クラシックギターの曲そのものはね、そんなに好きではなかったんですけど、 まあ当時ね、一番最初習いに行った頃にあに楽器屋さんの楽譜売り場行くとねあの、えー、ずいぶん昔の話になりますけど、その頃でももうね、映画音楽なんかのソロギターのアレンジメントの楽譜ってよく売ってたんですね。基本的にそれを買われる方はクラシックギターを習ってる方が、えー、クラシックギターを使ってね、ソロギターを弾くっていうパターンのものが多かったんですね。で、あ そうか映画音楽とかクラシックギターの奏法でね1人で弾けるんだとか思ってねこれはすごくいいなと思ってねあのピアノとかはやる気がなかったのであの、ね、クラシックギターで要はギターでソロギターが自分で好きな映画音楽とか、ねえー、ないしはその j p o p みたいなものですねそういったものを弾けたらいいだろうなと思ってたんですね。 そういうわけで始めたわけですけど結局習ってみて分かったことはクラシックギターをですね、教室に行って、あのー、右手のピッキングの弾き方ですね、弦のねこれすごいあのちゃんと何百年ってやっぱクラシックギターのメソッド自体は歴史がありますんで、えー、もう確立されてるんですねだからその弾き方で弾くと綺麗な音が出るんですねしかもメロディ音と伴奏音の引き分けっていうのもきちっとできるんですようになってるんですよね。 えー、だからやっぱりあの、我流でね、勝手に、まあ、スチール弦のアコースティックギターを勝手にこうフィンガーピッキングで始めてね、身を見よ見ないでやるっていう方法も一つあると思うんですけどね、やっぱりね、あの例えばギターを好きだとしたら、多分死ぬまでね、趣味にした人は弾くと思うんですね、そうした場合に自分の弾き方がね、右手の弾き方ですけどね、この場合ね、双方的な。これが 絶対間違ってないよねっていう確信のとに、ね、ずっと練習して弾け,弾けていくと安心して、ね、ずっと弾けると思うんですよね。ところが、まあ、あのスチール弦で、ね、アコースティックギターで、まあ、身を見真似で弾いた場合ですね実際にはやっぱりねだめ、まあ、って言ったら申し訳ないんですけど基本的に右手の弾き方っていうのはアップヤンドという弾き方とアルアイレという弾き方があるんですねちょっと難しい専門用語。 えー、今言いましたけどねアルアイレというのは空中に,で、えー、に向かって弾く弾き方でアップエアンドっというのは次の上にもたれかかってね止まるように弾く弾き方ですちなみにアップエアンドっていうのはねメロディーなんかを弾く時に使いますでアルアイレっていうのは伴奏音を弾く時に使いますねでソロギター要はクラシックギターでその曲をやる場合はもちろんねメロディー音は基本的にアップエアンドで伴奏音はアルアイレで弾きますこれ。 ところがね、もしそんなのをきちっと習ってなかった場合ですね、スチールゲでやっ、とりあえず身をう見までやったとか、あるいはね、外国の有名なあのミュージシャンの人ですね、えー、名前出すと語弊があるのかどうかちょっとわからないですけトミー・エマニュエルさんとかね、ああいう人たちですね、えー、の弾き方を見ても、まあ、あの人たちも基本的にはクラシックは習ってないので、全部、要は、 あるるででいてるんですね簡単に言っちゃうとねえだからもしメロディ音と伴奏音の音量差をつけようと思ったらあらゆるで全部弾いた場合はメロディ音をやや強めに弾いて伴奏音を弱めに弾くともうこのやり方しかないんですね基本的にねところがクラシックギターの奏をきちっと習ってる人だとメロディ音ははっきりね粒出しがいい音になって バンソンはバンソンでちゃんとね控えめな感じでしっかりなるアルアイルの弾き方っていうのができるんですね。このことをねあのまあ同じアコースティックギターやってるんだからっていうことであんまりねうるさく僕もね勇気はなかったけどこのままねナイロン弦のクラシックギターがね、えー、衰退してしまうんだったらちょっとつまらないなと思ったんですね。 でちなみにねちょっとここから話の方向性が少し変わるんですけど僕は大して上手くないんですね演奏そ,そのものはねうまくはないけれどうまくない人がソロギターアレンジをした場合どうなるかっていうと要は優しいアレンジをするんですね自分の技量でしかあのアレンジできませんのでねとなると僕がアレンジした楽譜とかはねすごく初心者とか初級者とかない人中級者ぐらいまでの人だったらね すすごく弾きやすい楽譜にななるだろうなと僕は思ったんですね。僕はもしものすごくうまいギタリストで、ね、クラシック奏法はうまいギタリストで弾いてアレンジを自分でやったとするとすごい難しいアレンジしてしまうんですね結局ねどうしてかっていうと技術があるから自分の技術のレベルの最高の辺でアレンジしちゃうんですね基本的には無意識にね。 だけど僕の場合無意識でやったってそんなにもともと技量がないからあの、まあ、優しい簡単な弾きやすいアレンジになるわけですねそうすると僕がアレンジした楽譜っていうのは初級者とか中級者の人がね弾こうと思った場合はすごく弾きやすい楽譜になるだろうなと思ったんですねということは僕は案外もしかしたらね <laughs> ナイロン弦のねのギターを させるっていう意味ではねあのすごく適任かもしれないなと思ったんですねアレンジの楽を世の中にこうお披露目する場合ですけどねでそんなこと思ったらあそうかじゃあ僕のレベルでねアレンジするんだら初級者とか中級者の人もでも弾きやすいからナイロン弦のクラシックギターで弾きやすくなるよねと思ったんですねそういうまあ割と単純な理由でね僕がね クリスマスのねスクリスマスマソングからねとにかくアレンジメント始めて、えー、YouTube でアップしてみようって思い立った動機でしたね今回ねまあねでちょっとまた余談にはなるんですけどね僕 YouTube 見ててあのスチール弦の、ね、フォークギターを使ってあのソロギターやってる方の演奏ももちろん時々拝見するんですけど右手が結構何て言うのかな 形が悪いというかフィンガーピッキングの基礎がやってないからもう我流で誰かの見てずっとやってきたんでしょうねだから右手の形が悪いいから質もあんまり綺麗じゃないですねあの右手ね例えばこう手ありますよねこれ基本的にこう弾く時ってこういう形になるんだけどこれがねフォークギターの人とかこんな風に開いちゃってるでこうやってひあのやってる人多いですね。 あの基本的に指はこう揃えてそのままこう軽く曲げていただいてですね手のひらにあのうずらの卵みたいなものを握ってるような感じ軽くそんな感じでこう指をね動かしていただくのがくてこんなふうに魔法使いのつ指みたいにこんなふうに開けてこんなふうにはやらないんですけどこんな風な感じで <laughs> あのスチールゲのねフォークギターでやってらっしゃる方いらっしゃるんで。 あれすごいなぁと思ってねああいう形で弾くと結局音も綺麗じゃないんですねやっぱりねだから僕は思うけどもしね本当にアコースティックギターねナイロン弦のクラシックギターがやっぱり一番最初やられるベースとしてはやっぱ一番いいんだろうと思うんですねその場合にあれだったら最寄りのねクラシックギター教室に行かれる方をおすすめしますねちなみにあのどこに習いに行っていいかわからない場合ですけど ヤマハのクラシックギター科をとりあえずおすすめしますあの。クオリティがだいたい安定してるんですね。僕はあの違うヤマハのクラシックギター教室九州の方と関東にちょっとしばらく住んでたので関東の方でも行ったんですけどクオリティ教えてくれる先生のクオリティが均一化されてるんでね、えー、ヤマハのクラシックギター教室がいいんじゃないかなというふうにおすすめしておきます、はい。ちょっと長めの話になりまししたけけどねそういういわけであのもしフィンガー スタタイルのギターですねしたくて、まあ、j p o p とか弾きたくても基本的なベースはねクラシックギター教室に行って1年1年か2年習うと一番いいと思うんだけど2年ぐらい習ってからね、うんまあ、クラシックギターの曲好きじゃなかったとしてもですけどねあのソロギター始めるとねあの多分自分が知るまでねずっと、ね、続けてねあのギターと何て言うかな弾いて楽しく生活できるんじゃないかなと思ってますね。 はい、えー、ちょっと話がばらけましたけど、まあそんなわけでね、あの僕がアレンジしたアレンジは優しいので誰でも多分弾けるだろうなということでね、アレンジメント楽譜をね、えー、つけて動画をアップしたハップするというのをね始めたというお話でした。またチャンネル登録お済みじゃないでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。